この気象庁の屋上で調べてるわけですね。あ、はい、気象庁の屋上で東京の気象の観測をしております。東京管区気象台は東京港区虎ノ門にある気象庁の屋上から毎日1時間に1度は目視で気象観測をしています。昨日から全国で観測された黄砂は東京では午前6時半に2年ぶりに観測されました。肉眼で目標物を見分けることのできる最大の距離である視程は10キロ以上でした。青い部分もあるんですけども、ちょっと遠くの方を見渡していただくとちょっと黄色がかっていたりですとか、ちょっともやっとしている状況がありますので、午後3時過ぎの観測でも空は黄色く曇り、黄砂が少し降ってきている状況を確認しました。周辺のランドマークの羽田空港が見えることから視程は15キロほどだとして、朝より視程は良くなっているようだと話しました。